削除覚悟で言うんですが、お金はあるけど持ててない男は相当やばい。なんでかっていうと、シンプルにお金の使い方を間違えてるから。例えばお金はあるけど見た目がガマガエル、ファッションがキモいっていうのははっきり言って意味が不明。普段何にお金使ってるの？頭空っぽなの？ちゃんと自己投資できてるならモテないなんてありえない。そもそもお金があればモテるって考え方自体が間違えたからね。美女と付き合いたいなら俺のことをフォローして学べ。